パンです。はい、パイ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 パピー。はい、はい、今日はですね、はい、なんとフェラチ王女先生をお迎えして、うん、最新 TikTok 加工を学ぼう。はい、アイマンジャパンね、うん、まあ、YouTube だけじゃなくて一応 TikTok にもね、うん、手を出しまして、うん、はい、で上げてはいるものの、うん、全く流行も分からず、そうね、アイハマンのメイっ子のアカウントみたいな、最近ね、かわいいけど、そうそうそう、なのでちょっとこう、うん、バズる TikTok を知りたい、はい、うん、というわけで、はい、まあ、アヤマジャパンユースのフェラチ王女が、うん、結構 TikTok を、うん、やっぱりね、あの若い世代の方なのでね、一応、うん、そうね、高齢化の進む最年少ではないけど、そうそうか、若い方、若い方ね、うん、年の話はしないでくれる、めさんちゃいだから、そうそうそう、ね、なのでいろいろと、うん、教えていこうと思うんですけど、どう、そのバズる秘訣とか、はい、テクニックとかは、うん、フェラチはある程度こうあるわけですね、うん、なんか、うん、なんとなく自分で、あ、うん、こうしたらバズるなってやって試行錯誤して思ったパターンがあって、うん、まあまあいいね数、コメント数、シェア数が多い方が、うん、あのおすすめに乗りやすいっていうのが普通に、なんかオーソドックスじゃないですか、うん、あとプロフィールを、あの、表示した回数もあるんですって、動画見てプロフィールに飛んだ回数と無双再生時間、例えば20秒の動画載せて5秒くらいスクロールされちゃったら5秒なんですけど、その平均総再生数時間っていうのが20秒の動画で15秒も見てくれたよって人が多いとおすすめに乗りやすい、なるほど、そうですね、だから、あの、まあ、プロフィールに飛んでくれるのももちろんなんですけど、5秒くらいの短い動画って3秒見てくれても総再生時間 50% 超えるんですよ。そうなんだ、20秒の動画載せるよりは5秒の動画3つ載せた方が、はいはい、なるほど、勉強になる、足出して揺らしてりゃ短い動画で、まあ、大体いいけど、すごいじゃあやってみますね、うん、やってみましょう。え、じゃあまずなんかどうしたら、うんうん、まずこの原色から乳出しに変えましょう、うん、あ、これダメ、ちょっと出てないからね、でもほら、目立っていいんじゃない、もうこれはそうじゃないの、知識が出てないと見ない、あ、そか、見ないんだ、こういう国じゃ見ないんだ、早速やりましょう、はい、検証スタート、はい、できてるかさあ、はい、というわけで、あのフェラチの指導のもと、みんな着替えたんですが、すごい恐ろしい、いや全部あのフェラチ王女の、その私物なんですけど、はい、そうですよね、みんな持ってきてくれたのよね、すごい、でこれで、はい、はい、え、フェラチはちなみにこれどういう時に着るんですか、なんか撮影会してるんで自分は、あー、なるほど、なるほど、買ったりそういうので着たり、あと TikTok より買ったりもする、うわー、やっぱ嬉しい、感じる、さすが、さすが職人、はい、ねー、なんだよね、そう、はい、もう変顔なしだね、なしなし、はい、できるだけかわいい、いい子ね、とにかく、オッケー、はい、あ、じゃあこれか、3秒カウントダウン、あ、どれか映ってる、大丈夫、7が入ればどうしようこれでいい、はい、もう始まるの、あ、始まります、これだと打つのもっちゃう、え、もう一回やる、うん、大丈夫、もう一回やろう、オッケー、でもやっぱ私これじゃん、動きすぎると加工が外れる場合もあるので、それもう外れてるもんね。自分は多分リボンにぶつかって加工が外れちゃって、わかりやすくこう、うん、簡単にもっと乳出したら、あのね、乳がねないのよ。ね、ない、見て、あの、これ入れても入れても漏れないの。ちょっと今日。これ何なの？先生どうですか？いいですかこれ？いいんじゃないですか？あ、オッケー出ました。ちょっとあのちょっとやっぱどうしてもあの、うん、面白い虫が、あの、お願いします。
さあというわけで、はいはい、大変慣れないことするのはね、どうでした皆さん、みんな可愛かったです。可愛いよね、もっと前に似合う、すごいね、うん、ね、あの母乳の絶賛母乳中のたまたまこの父もいい感じに、すごいよ、すごい。だからもう昔はさ、キットとかも入れて持ってたけど、うん、もうブラだけで OK みたいな、うん、わー、いいな、いいの。じゃあの、うん、あの視聴者の皆さんに、うんうん、ぜひあのこちらを、うん、視聴者をプレゼント、謝るのよ、謝るのよ、謝るのよ、4つも入ってるし、アヤマン教の不況ティッシュ、はい、はい、じゃあ、はい、まあ、とりあえず、はい、そのまあ、みんなで頑張って撮った TikTok は、うん、アヤマンジャパンの TikTok のアカウントに行っていただくと、はいはい、見れるという形で、そうですね、はい、ぜひいいねくださいね、確かに、ね、いいねフォローお願いします、はい、というわけで、はい、またね、過去ってまあ義務教育と一緒なんで、まあ、これは当たり前、まあ、みんなそうやってんだからな、教科書通りにやっただけなんです。